で4か。はい、こんにちは。ダンサー内藤です、今回もいつもと同じようにスローモーション映像を使って、こういうダンスを習得したい人のために一応足型のね、解説をしたいと思います。はい、始まりました。ここから、倫理ホップ的にね、
ちょっとシェイプをつけてみましたが、これはフォーラウェイ、スローアウェイですね。フォーラウェイ、スローアウェイ。また時間があるときはね、字幕といいますかね、これもつけてみたいと思うんですが、今回は字幕はつけませんけどもね、音声で覚えてください。はい。チェンジオブプレイスの後半をしまして、こっから、これはアメリカンスピンですね。アメリカンスピンを手を持ったまましました。女性の、ライトターンということも言えます。右肩を引いて回るのでライトターンとも言えますね。で、今度はアンダーアームターンですね。背中合わせの、背中合わせというか背中を通すアンダーアームターンから、はい、これは、キャタパルトですね。キャタパルト。ね、キャタパルトです。キャタパルト、もしくはスリングショットというやつで、キャタパルト、スリングショットは同じ意味で、パチンコですね。Y の字型の木の枝みたいなのにね、ゴムをつけてビューンと飛ばすパチンコですね。これをして、チェンジオブプレイスの後半からですね、またこのスリングショット、キャタパルトですね。私、ダンサーないと、ちょっとお腹が出てきた感じがします。しないでもないですね。筋トレサボっております。はい、キャタパルト、バユーンと、ね、バユーンとこの女性がパチンコの玉のように飛んでいきます。はい、サイド、チェンジオブプレイスの後半ですね。チェンジオブプレイスは、プレイスをチェンジする、つまり場所を変えるということですね。男女が今までいた場所を反対語にするということですね。はい、これは、リンク&ウィップですね。男性は右足を前にかけて踊りましたけどね、リンク&ウィップ。ウィップはホイップクリームのね、ウィップですが、これはシュンと回転するなどという意味がありますね。そしてこれはまたチェンジオブプレイスの後半ですね。2人の衣装がね、全くちぐはぐで合っていませんね。陽子先生はなんか OL のような感じですね。そして、こっから、これはウィンドウ、窓というおしゃれなステップですね。ここから長いんですけどね、こうやって、左手が上の、交差した両手ホールドですね。そして、女性を一回左回転を両手を持ったままします。サルサので使うような技ですね。そして、もう一回手は持ったままですね。もう一回女性を左回転して、お互い、左肘から左手首のところを立てると、今ちょっと、僕の影に隠れて見えにくいんですけれども、ここでこの腕によって窓ができるんですね。窓、ウィンドウですね。フォークダンスみたいでね、楽しいですよね。窓というステップですね、これはね。で、フォークダンスみたいに、チャッチャチャ。チャーチャーチャー、クイックはクイックを4回続けてみました。クイックはクイック。ね、見つめ合うということで、ね、窓でこう2人は見つめ合いながら踊るわけです。そして一種のチェンジオブプレイスをして、アンダーアームターンですね。そして、通常のシェイクハンドホールドになりますね。そして、手を離した、チェンジオブプレイスの後半のようなのをします。この窓というグループが終わります。はい、窓という、窓、ウィンドウという大技が終わりまして、これはストップ&ゴーですね。ストップ&ゴー。止まれ、そして行け。汝、止まれ、そして行けという、聖書のようなね、キリストの言葉のような、ストップ&ゴーですね。これは2セットしますね。通常、2セットすると収まりがいいですね。1セットでは物足りないけど、3セットでは多すぎるという感じですね。でも女性は何セットか分かりませんので、ひょっとしたら3回目も自分で率先して、リードと関係なしに止まろうとするかもしれませんので、回転とか流れが違うステップがいいですね。これは女性の右足をくぐ、右足じゃないの、右腕をくぐる男性のアンダーアームターンをしました。さあ、今回の曲はね、4分50
50秒ぐらいありますからね。はい、またチェンジオブプレイス。場所替えですね。チェンジオブプレイス。プレイスチェンジの後半をしまして、シェイクハンドホールド、右対右のホールドになりました。これはアメリカンスピンですね。手を持ったままのアメリカンスピンをシェイクハンドホールドでしました。おしゃれですね。そして、これはクレイドル、スイートハートホールドでのクレイドルですね。スイートハートホールドでのクレイドル。スイートハートというのは仲良しさんとか恋人、My sweetheart、私の甘い恋人というような意味ですね。なので、こういうふうに横並びの男女が横並びでこういうふうに肩を、組むようなね、こういうホールドを、スイートハートホールドといって、チャチャなどではこういうホールドで踊るステップをスイートハートという名前に、なっているステップがありますね。で、これはジルバのクレイドル、ジャイブとかジルバのクレイドル。クレイドルは、ゆりかごということですね。この女性が右へ行ったり左に行ったりするのはゆりかごのようなイメージですからね。はい、それが終わりまして、アンダームターンの一種ですね。そしてまたクローズドホールドになりました。そしてこっから、ムーチですね。ムーチを踊ります。キック2回、そしてハンドツーハンドのように、交代しますね。ムーチというのも変わった、英語ですけども、これはブラブラ歩く、ぶらつく、ブラブラ散歩するとかね、歩き回る、こういう意味ですね。これはどういうことかと言いますと、あっちへ行ってこう、キックしたり、ね、まあ足をブラブラさせるってわけではありませんよ。あっちへ行ってキックして遊んで、そしてまたこっちへ戻ってきてキックして遊ぶ。まあそういうとこが、ブラブラ歩いてるような感じなんですね。ね。で、またこっちへ戻ってきました。ね、ちょっと今回はダブルでムーチをね、しました。そしてまたハンドツーハンドのように足踏みをします。で、また反対子にね、渡ります。合計4セットって言いますかね、4回。左右入れて4回ですね。ですから、ムーチとしては2回踊ったわけですけれどもね。楽しいステップですね、ムーチ。いいですね。ここまでですね。はい、ブラブラ歩きのムーチが終わりました。またクローズドホールドになって、一種のプロムナードポジションから、はい、シェイプをつけまして、今度は、これは、オーバーじゃなくて、フォーアウェイ、スローアウェイですね。ちょっとシェイプをつけました。ね、陽子先生とちょっと合いませんでしたが、これはフォーアウェイ、スローアウェイ。一番手軽なステップですね。はい、そしてまた元に戻ってきました。まあ、センドアウト、ブリングインと言ってもいいですけどもね、センドアウトとブリングイン、戻しのステップをしました。そしたら今度は、またですね、また、これが、フォーアウェイ、スローアウェイですね。そして、ブリングイン、ブリングインは引き戻すということですね。連れ戻すということですね、ブリングイン、ブリングイン。そして、再びこれはチェンジオブプレイス、場所替えですね。全般。そして、チェンジオブプレイスの後半ですね。そして、シェイクハンド、右、男性が右手に変えます。そして、アメリカンスピンですね。一番ポピュラーなステップ。女性が右回転をします。そして、再び、シェイクハンド。シェイクハンドは握手する手ということですね。そして、今度は手をつないだままのアメリカンスピン。一種のアンダーアームターン。腕の下回転ですね。そしたら、これは、男性の背中でのハンドチェンジですね。背中合わせのハンドチェンジというやつですね。一瞬男女は背中合わせになりますもんね。そして、
チェンジオブプレイスの後半、返しのステップですね。そしてそれを女性を取り込んで、クローズドホールドになったら、またシェイプをつけて、今度は、これは、ストーキング、ウォークス、フリックス、アンド、ブレイクというステップですね。ストーキングウォークスは今、タッチ歩く、タッチ歩く、タッチ歩く3回。そしてこれがフリックスですね。4回キックします。なので、ね、これが2回目ですね。そしてこれが3回目。違います。これは4回目ですね。そして、ここでブレイク。ストーキングウォークスというふうに複数形。フリックスも複数形4回します。そしてブレイクは1回なので単数形ですね。はい、それでは次のパートですね。オープンホールド、片手ホールドになって、これはストップ&ゴーですね。ストップ&ゴー1セットしました。そしてもう1セットをね、しました。ジャイブもこのようにですね、競技スタイルのようにエネルギッシュにね、バンバン飛び跳ねて踊るようなジャイブではなくて、こうのんびり、だらだら、ね、踊る、まあ、ジルバとほとんど一緒ですね。ジルバのスロー、シングルステップをたったたんとしたような感じで踊るといいですね。はい、返しのステップをしました。ストップ&ゴー2回やってから、チェンジ・オブ・プレイシーズの後半ですね。そしてまた、チェンジ・オブ・プレイスの後半から男性アンダームターン、複合技ですね。リンディーホップなどでよく使われます。そして、またこの返しのステップ。チェンジ・オブ・プレイシーズ。プレイシーズっていうのはプレイスの複数形なので、チェンジ・オブ・プレイスでもいいですね。はい、そして、左手上にしました。ね、これは窓という独特のステップですね。先ほどもしましたもんね。左手上の、両手ホールドでクロスした、交差した両手ホールドですね。はい。そして左回転1回転させまして、もう1回転させるんですね。もう1回転させた時に、男性女性同じ、部分、つまり左肘から左手首、このところを左手までを立てますね。そして、こういうふうに、見つめ合いますね。窓を通して見つめ合います。フォークダンスみたいなね、何とも言えない、まあのどかなステップですね。サイケデリックと言えないこともありませんが、ね、そしてチャチャチャを4回に、します。窓はいいですね。今回は左回転バージョンをしておりますが、標準は右回転なんですね。これはまた違うところでしたいと思いますが、ね。そしていつも通りのトントンをして、一種のチェンジ・オブ・プレイスですね。の、これは全般になりますかね。これをして、窓終わりますね。はい、窓が終わりました。そして手を離した、一種のチェンジ・オブ・プレイスですね。男性も左回転をしまして、手を離しておりますね。そして、こっから、リンク&ウィップですね。チャチャチャのナチュラルトップのようなステップですね。リンディホップではスイングアウトといって、これが非常に重要なステップですね。ジャイブではもう軽くリンク&ウィップ。ウィップはくるりんと回る、シュッと回るということですね。そして、リバースウィップですね。ちょうど今度はチャチャチャとかルンバのリバーストップ。トップはコマですから、左回転のコマという意味ですね。リバーストップはね。ただし、ジャイブではトップとは言わずに、ウィップと言いますね。リバースウィップ。左回りのウィップ。はい、これは、プロムナードウォークスですね。チャッチャチャー、チャッチャチャーとしてから、ワン、ツー。男性は足を揃える。女性はツイストを、するということ、ステップですね。
クイック、ジャイブ、スロー、ジャイブ、プロムナードウォークス、ジャイブウォークス、スロー&クイックということですね。ゆっくりのと早く。そして、チェンジオブプレイスの全般。チェンジオブプレイスの後半。まあ、テキストによっては、プレイスチェンジと言ったり、プレイストレーディングと言いますね。トレーディングというのは、野球選手がトレードするというやつで、交換するということですね。だから、場所を変える。そして、また、チェンジオブプレイスの、全般。チェンジオブプレイスは一種のアンダームターンですけど、お手軽に使えておしゃれですもんね。そして、チェンジオブプレイスの後半を再度しますね。で、こっから、今度は男性が女性の右腕をくぐるアンダーアームターンをしますが、ここからアンダーアームターンをたくさん楽しんでみましょう。また男性がですね、女性の右腕の下を今度は反対側からくぐるんですね、さっきとね。くぐるアンダーアームターンですね。そして次はどうするかな？次は女性をくぐらせます。これは普通のチェンジオブプレイスの後半ですね。で、手を持ち替えました。男性左手ホールドにしました。今日は尖った眼鏡を私かけております。で、また男性、女性の右腕をくぐりましたね。これ、手の持ち方も入れていろいろ変えると16通りありますからね。そしてまた反対側から同じく、行きと帰りみたいなもんですけど、右腕をくぐりました。これ楽しいですね。アンダーアームターンね、たくさん種類がありますから、いくらでもこうできますね。そして、今度は女性をくぐらせたんですね。で、また向かい合ったオープンホールドになり、また男性が女性の右腕の下をくぐります。いいですね。素敵ですね。アンダーアームターンね。そして、こう、のんびりじっくりこういうふうに踊ると、もう本当に、男女仲良くできるんじゃないでしょうかね。男女仲良くね、知らない人とでも。そして、アメリカンスピンですね。普通のアメリカンスピン。こういうダンスがもっと普及するといいですね。誰でもこう楽しく踊れます。社交ダンスはね。そして、返しのステップ。つまり、チェンジオブプレイシーズの後半からクローズドホールドにね、なります。両手ホールドですね。まあ、一種のプロムナード。ポジションのようになって、はい、こっから、ベーシックを1回しますね。フォーアウェイロックというやつですね。またはベーシックステップ、ジャイブのベーシックと思ってもいいです。これもベーシックを、90度ほど向きを変えて踊っておりますね。ベーシックも何回やっても楽しいステップですもんね。そして、こっから少し頭から突っ込むようなシェイプをつけて、これは、オーバーターンド、余分に回転したということですね。回転を多くしたフォーアウェイ、スローアウェイ。オーバーターンド、フォーアウェイ、スローアウェイの発展形、ディベロップメントからチキンウォークを1回したら、これはまあスイブルウォーク、チキンウォークみたいなもんですけど、ここからシュガープッシュという、WDSF の新しい教本にジャイブの基本フィガーとして採用されたシュガープッシュというウエストコーストスイングとかリンディーホップのステップですね。これを踊りました。シュガープッシュは甘く押すとでもいう意味でしょうかね。そしてチェンジオブプレイスの後半ですね。何せ返しのステップはいつも使えます。今回は長いのでね、4分から5分の曲ですね。はい、これは普通のハンドチェンジですね。ほとんどこの基本的なハンドチェンジ、今まで一回もしませんでしたが、ハンドチェンジをします。ね、そして、また返しのステップ、チェンジオブプレイシーズの後半ですね。そして、両手のダブルハンドホールドになりますね。そして、これは、トーヒールスイブルズ。タケノコ族のね、昔ですね。昭和40年代、違うな、60年代かな。東京のね、原宿とかでラジカセを鳴らしながら、このツイストばかり踊るという、このタケノコ族のね、ツイスト。
のあれですね、トーヒールスイブルズからブレイクですね。クイックイックスロー、クイックイックスローと踊ってから、クイック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 クこれはウィンドミルですね。ウィンドミル。ね、風車ということですね。風車かな、ね、ウィンドミル。お遊戯のようにね、ジルバでも使えますが、ウィンドミルね。これ2回します。2回続けるといいですもんね。これをやってからトーヒールスイブルに入ってもいいですね。はい、トーヒールスイブルズが終わりまして、またダブルホールドですね。じゃなくてトーヒールスイブルが終わって、ウィンドミルが終わって、終わりたんですね。ウィンドミル2回しました。そしてダブルホールドのまま、これは、クレイドルですね、さっきスイートハートホールドでね、最初の方にしましたが、これはもうクレイドルのところで、もうポーズをしましたね、もう本当に5分ぐらい今踊ったんじゃないかな。そしてまあこれはあの別にくるくると回転させただけですね、もちろんステップとしてすることもできますが、これは今エンディング終わった時に女性を回して、挨拶するとね、はい、皆様ご視聴ありがとうございました。なんか僕のメガネがちょっとずれてますね。はい、バッチリでした。皆様も頑張って習得しましょう。さようなら。